あ、もしもし。あ、すみません。近所の、林業をやってるのかわかんないんですけども、ちょっと音があまりにもうるさいんで注意していただきたいんですけども。はい、匿名でちょっとお願いしたいんですが。はい。はい。桐生市の梅田1丁目、お店はないんですけども、上の方、天寧桐生さん、老人ホームさんあります。天寧桐生っていう老人ホームがあって、なんか神社ありますね。なんて言うんだろう、これ。上の方に山がいっぱいあるんですけど、そっちでなんかね、木を切ってるような騒音がするんです。で、これがね、今日の9時頃から始まってまだ終わらなくて、で、騒音が鳴る時間たじ騒音鳴らされるのは、短いんですけど、でもずっと終わらなくて、ちょいちょいこの騒音が鳴るんですよね。あ、そうです、そうです。金沢川、そして、沢ですよね、ちっちゃい川。ちょっと住宅もあって、そのわからない、どこの山かっていうのが特定ができないんですけど、まあでも山の方から、まあ、お家でやってるんじゃないなっていうのはなんかわかるんですよね。個人宅でやってるんであれば、まあもうちょっと早めに終わってもいいんじゃないかと思うんですけど。あ、いえ、山の方ですね。天然気流川さんは、まあ、道沿いですよね。それよりもっと上の方に、その細い道登っていく方のところですね。の辺りだと思います。この辺り両サイドは山なので。その神社側とその老人ホーム側かっていう右左で言うと、老人ホーム側だと思われますの山。わかんないですね、多分林業だから、多分どこね、ちょっとずつちょっとずつ移動してるような感じで。そうですね、まあ行った時になってるかどうかわかんないんですけど、まあ、15分とか30分ぐらい様子見るとちょいちょいなりますよ。で、これがいつまでやるのかっていうのをちょっと聞きたいなというのもあったりするんですね。今日だけなのか、なんかずっと続くのかとか。警察署さんはあれですよね、0277-430110ですよね。あ、わかりました。はい、お願いします。はい。あ、すいません。
お昼ぐらいに、梅田市の、騒音について110番の方で通報させていただいたんですけれども、その後調べていただいているかと思うので、その確認、状況確認を。騒音です。すいません、これ匿名でお願いしてます。もし、電話変わりました。はい。すいません、もう一度用件を教えていただいてもいいですか？ですね、お昼頃に、はい。梅田の1丁目の、あ、はい。騒音について、はい。110番の方に通報させていただいたんですけれどあ、それも。は通報者の方ですかね。はい、そうです。あ、匿名希望という方の。はい。その件でご用件、どういった問い合わせですか？確認ですね。確認ですか。ちょうどね、パトカーで向かわせますねって言った後、30分ぐらい、お昼休憩取ったのか、音鳴んなかったんですよ。それでもしかしたらパトカーの方も帰っちゃったかなと思って、で、警察今、官はですね、はい。確認したんですけども、音は確認できなかったんです。あ、そうですよね、多分。はい。多分タイミングが悪すぎちゃって、で、今ね、お昼終わった後、またやりだしてて、で、これがね、本当いつ終わるのかさっぱり分かんなくて、いつ鳴り出すのかもわからない状況なんですけど、ちなみに、電話いただいたときは鳴ってたんですよね。そうですね、今は鳴ってるんですか？今は音がしてますか？鳴ってます。でもですね、一回鳴る時って、なんかずっと連続して鳴ってるんじゃなくて、なんかブーンって鳴らして、だから2、3秒うーって鳴らした後にちょっと休んで、また同じように小刻みで鳴るんですよ。それで、大体2分おきぐらいになるんです。なんで来ていただいた時に、その場で測った時とかデシベル数とか測ると思うんですけど、その時に無音であることは結構あると思うんですよ。で、場所なんですけど、ちょっとさっき言ったのは山の方と言ったんですけど、どうやらちょっと山に反響して聞こえてるらしくて、山にこだましてるってことですかね。のような気も、今音が跳ね返ってきてて、はい、ってことですよそうですね。で、私の手元の、デシベル計で測ると、だいたい80デシベルぐらいは観測するんです。の方はあれですか、騒音計持ってるんです持ってか。ます。で、どこでどう測ると80デシベル出るんですか。うちの庭で、まあ、山側の方なんですけど、要はだから反射してるかもしれないんですけど、その音で82デシベルを観測したんです。で、もしかしたらなんですけども、うちのその近くに、さっき言った手根桐生さん、老人ホームがある側、110番の方を受けた警察官から、通報者の方が老人ホームの近くですっていう話だったんで、そうです、そそうれは一応確認には行きましたが、大体の場所が分かりそうですかね。です。ですね、そこの老人ホームさんの前って言ってるんですかね、道路沿いって言ったらいいんですか、ちょっと大通りって言ったらいいんですか、観音、ダムの方へ行く通りのことですかね。そうですね、観音橋があるところの、で、そこのところに、一軒ね、林業をやってるような、業者があるんですよ。私今地図を見ながらお話ししてるんですけど、はい。観音橋を渡った獅子の方のことを言ってるんですかね。ダムの方に向かうダムの方ですか。です。違う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 。その近くに神社があると思うんですよね。神社ですか。ちょっとお待ちくださいね。観音橋のとこ。観音橋を渡ったところにも地図を見るとありますし、老人ホームの北側にも神社があるようなんですけど、どちらですかね。老人ホームの北側。でも、上宮神社って読むんですかね。ですかね。まあ、そこのところにまた小さな沢があって、金沢、あ、あり
ありますね。で、湯沢橋っていうのがあるんですよ。はい、そうですね、はい、そこの、まあ、角っこあたりのところがその林業というか、まあ、その丸太が積んでる業者があるんです。もしかしたらそこからの騒音なのかなっていう気もします。で、私最初に通報した時に感覚ではその 山で林業やってる音なのかなと思ったんです。でももうちょっと可能性として考えられるのは、前にもこういううるさい音鳴ってたんで、そっち あの業者の可能性もある。どっちか分かんないですけどね、見てないんで。そうですね、ただちょっと本当これタイミングなんでね、また来てもらった時になってなかったらなんかちょっとね。そうなんです。基本的には警察官が確認できないと次のステップになかなか移りづらいところなので。で、あの、はい、一つ相談なんですけども、以前ね、私ちょっと軽井沢にいた時も同じように騒音問題があって警察呼んだことがあるんですよね。そんでパトカーで来ていただいちゃったので、あのその騒音出してる側ってパトカーを見ると止めるんですよ。そう、取り締まるのられるのが嫌で、分かってるんですよ、やってる方も。でパトカーがいなくなるとまた音出すの。だからちょっとなんか普通の乗用車で来てもらえませんか。はい、いや、それがですね、私体調の問題でものすごくそれにはリスクが負われるんです。そうなんですか。はい、その音がものすごい苦しくて、はい、倒れちゃうぐらいの、疾患を持ってるんですよ。家一人です。そうです。今日の9時からですね。あ、いえ、ですね、ここに引っ越してきたの間もないですけども、引っ越してきたから、そういう音が鳴ることは結構あります。あの、引っ越されてきたのがちょっといつか分かりませんけど、引っ越されてきたからすぐそういう音がもう今日まで続いてるってことでいいですか。毎日じゃないです、時折なんです。いえ、あの、全然まばらです。すごい夕方になってからこういう音、チェーンソーを使ってるような音、あと、なんだろう、コンプレッサーが回るような音も聞こえてきます。コンプレッサーの音っていうのは今回の木のバッテリーの音はなんか関連がありそうな感じがしますか。ありますね。あの、そのさっき言った業者の場合だったら私は以前目視してます、はい、コンプレッサーが外に置いてあって、で、そこからの音だっていうのは確認したんです。でも今日の件はちょっとあのこだましてるんで、多分ねどっちか分からなかったんです、その林業なのか。はい、でただあのやっぱりエンジン音というかそういうものも聞こえる上に、チェーンソーでわーって切ってるような音も響きまくってくるんで、これが続くんと、すごくストレスなので、私ちょっと、外に出られない状況なんですよ、体の調子が悪くて。そう、まあ、でも、音も原因してるんですよ。だから、説明するのがすっごい、めんどくさいから、匿名なの。ただ、今、止まっちゃった。で、止まるとどれくらい止まるのかがわからないんです。10分15分平気で止まってますし、だからそんな時間待機してないでしょ、警察官来てせいぜい5分でしょ。そうですね、申し訳ないですね。そうなるとなかなか難しい問題があるんですけど、それでも困っちゃうんですよね、こっちもずっとそんな風に
随時通報いただけますかっていうお話をさせてもらってます。え、だって来るのに何分かかるんですか。それはケースバイケースなのでいきなりは言えないんですね。申し訳ないです。で来てまた通報して、で、じゃあ通報するために来てくれます？通報するために行きますよ。行きます行ってます。それも近くに行けば普通のパトカーが行くこともありますし、近くに白黒のパトカーがいれば白黒が行きます。ただ今言ったように体調の関係で現場には一緒に立ち会ってもらえないって話ですもんね。無理ですね。通報いただければ必ず警察官確認してますから。そうですか。それまた元が始まったってことですもんね。始まったけどでも止まってる時間のもなんか結構あるので、同じぐらいのなんですか、こう同じぐらいのクールで音が鳴ったり消えたり鳴ったり消えたり鳴ったり消えたりなんですよ。だから鳴ってる時に通報して来てもらったら多分止まってるんです。で今止まってるんですけど、今来てもらったらもしかしたら当たるかもしれない。いずれにしてもまた通報いただいたっていう形にしますので、また警察官確認に行きます。ああ、はい、まあ今なりましたけど、はい、確認に行きますよ。はい、はい、でどっちの方に、じゃあその業者がちょっと怪しいんで、湯沢橋の手前、あ、そうですか。反響すると山に跳ね返って反響するとなかなか原因の特定は難しいかもしれませんが、でどこから音がしてるかって警察官も、ね、それに確認するわけですから。あ、そうなんですか。だから音の原因がどこだかっていうのは聞いてみれば、ね、聞いてみれば分かることも多分にありますから、まずは警察官向かわせてみます。また農林訪問そしたら湯沢橋を目標にしてもらえます。わかりました。はい、そうすれば今から近くのパトカーを向けますので、はい、そこにいる警察の車両を向けますので、すいませんが、パトカーがいいとかそういった時には原則お答えしてませんので、いずれでも一番近いところに行かせるようにしますから、よろしくお願いします。であ、じゃあそうしましたら、はい、確認時間っていうのはどれくらいするんですか。また私か今度こっちにまた確認の電話 したいんですけど、あ、警察署の方です。はい、何分後がいいですかね。そうですね、電話番号も教えていただけないんですか。また本当これ申し訳ないですけど、体調の都合で電話線いつも切っちゃってて。あ、いつも一本通行なんですか。そうなんです。あ、でもちゃんと何時頃に電話しますよっていうふうなアポがあればちゃんとつなげておきます。当然道路事情もありますし、私の方がじゃあ大体の目標時間が20分後ですよっていう時に、すいません20分後に引いてないんですってお話になっちゃうこともあるんで、基本的には時間の約束しないんですよね。こちらから問い合わせるって形を取ってます。問い合わせる、はい、今警察官いるんですけど落としてますか。あー、なるほど、わかりました。じゃあ こう1時間ぐらいはつなげておきますので、電話いただければ取ります。あ、で、あれですかね、そうしますと、あともう一回確認ですけど、行った警察官 と話をしてこの辺でするんですよっていう、そういう説明をしていただけないってことですね。あ、大丈夫です、無理しなくていいってことですもんね。はい、それも言わないとなりません。私は何て呼べばいいですか、かけた時に電話いただいた方ですか。いいですか。あ、結構です。わかりました。でこれから警察官向けますので、はい、はい、じゃあ警察官ついたら電話しますので、はい、はい、お願いします。はい、わかりました。はい、もしもし。はい、もしもし。あ、電話いただいて通報してくれた方ですか。そうです、桐生の警察です。はい、お世話になります。今付近に着いたんですけど、はい、警察
はい、今してません。はい。13時40分。はい。ちなみにですけど、一旦途切れてまた音鳴り出した時、13時08分が、途切れて13時30分頃また鳴り出してました。なので20分間ぐらい休みがあるみたいです。はい。それが山側が北だと思う。あ、違った。ごめんなさい、方角がよくわかんないな。山側。ざっくり言うとですね、山の方に向かって北です。あ、北派。あ、はいはい、南ですね。南の方角のって言ったらいいんですかね。ざっくり南か北かって言ったら南。南なんですね。今パトカーはあなたの教えていただいた、はい、橋をさらにダムの方に向かって、音を探してるんですけども。あ、そっちじゃないです。じゃあ南の方に向けますね。はい。この件についてあれですかね、市役所とか例えば地元の市長さんとかに話の相談はされましたか？この騒音についてはしてないです。この騒音の元をたどるのに地元の市長も知ってるかもしれませんので、はい、今言った警察官と午前中言った警察官は今回確認できませんでしたけども、当然そこのエリアの地区に住んでる方というのは当然ですね、ご不在なので聞いてないと思いますよ。はい、不在なので聞いてないと思いますよ。老人ホームの近くってお話聞いたんで、老人ホームの職員の方とか聞いてないですかね？は聞いてる可能性あります。そういった方は聞いてると思うので、例えばそういった方と一緒に地元の区長さんとかに相談されたこと、相談される予定とかありますか？ないです。ないですか？だって今まで私が引っ越す前までに、はい、そういった苦情を出された方がいらっしゃらないのですから、はい、まあ取り合っていただけないでしょう。まあ苦情と捉えるか生活保護と捉えるかの人それぞれの主観なんで。そうですよね。そうですよね。でこの辺の地元の人たち、特に桐生市の人たちっていうのは、はい、旗織りの産業がねやっぱり騒音だったんで、騒音っていうふうに捉えない可能性ものすごい高いんですよ。で私は都内の方から引っ越してるんで、これは騒音だっていうふうに捉えてます。ああ、なるほど。そうしますと、申し訳ないんですけども、今回の騒音が、今回騒音と言われるもの、今警察官は確認できてませんけども、これについて、もう少し、確認をしないといけませんので、はい、今のところ警察でこの誰かがまず特定できませんし、本当の確認も今のところできてませんので、また通報いただくっていう形でしかお話できないんですよね。もう今でも南に向かってくれてるんですよね。今は老人ホームのあたりのまだいます。じゃあ電話してるんで、まだ連絡できてないんですね。今なんかとお話ししてるんですね。ああ。連絡できてないんですよ。なるほど。はい。うん。まずは地元の方とか市役所の方に相談していただいて、対応方法っていうのも市役所なりの会社でも出ると思います。当然市役所の方も確認が来ると思います。それは何かに なるんですか？具体的な市役所の担当課っていうのがちょっと警察では案内できないんですけど、市役所に電話かけていただいて、実は地区の騒音で困ってますっていう話を受付に聞いていただければ、対応してくれる方に電話が回ると思うんですよね。ああ、そうなんですか。すみませんね、ちょっと市役所のことについて説明できないんですよ。
っぱり。知らないっていうのは理由です。あ、知らない。どういうふうにどこが担当してるか、ちょっと私、警察官自体が把握してませんので、申し訳ないですね。そういうふうに警察官に相談していただけますかっていう案内を皆さんに差し上げてます。で対応はどのようにされるんですか。例えば市役所じゃは市役所の対応ですけども、警察官としてはどのような対応していただくんですか。警察官が通報があって音が確認できれば音の元をたどりますので、またその音がしている元をたどっているっていうところからですね、申し訳ない手間かもしれませんけど毎回毎回通報となるという形になります。ちょっと私の方の体調がそれがですね、なかなか難しいのがあって、はい、今日はたまたまそうなんです。だから倒れちゃってる時には通報できないんですよ。そうですよね。でも間違った方のところに、この人が犯人じゃないかっていうところに、警察が犯人だって、あなた犯人じゃないんですかって言われてますよっていうふうには当然聞けませんし、なのでそれは分かりますよ。ですから もうちょっといていただくことできないんですか。ああ、いますいます。だから電話一回切らせてもらって、もう少し音の確認はします。はあ、よろしいですかね。申し訳ないですね。そうですね。そうなんですよ。なんとなくさせていただいてるんだと思います。できる範囲とできない範囲っていうのは、なんか電話はそんな感じで受けます。そうですね。わかります。あ、じゃあちょっと教えてください。もし確認ができたとして、その後どういうような手順で警察官って動くんですか。いや、そのまま音がしてる方向に辿っていくだけですよ、ね。辿ってって、じゃあここだっていうのは分かったらどうするんですか。音してますかって確認しますよね。音が確認できたらどうするんですか。飯食ってけねえんだよって言われた場合は、もう私は我慢しなさいってことですか。あとは当事者同士でお話ししていただくしかないですね。となると警察よりも市役所に電話した方の方が対応はかん、あのもう少し何ですかね、柔軟な対応というか、警察は結局ね、市役所ほどの話ができないので、それなんで地元の方を通して役所に相談されたやつはいかがですかって話をしたつもりなんですよ。でも例えばですけども、私デシベル計を持ってますけども、その騒音規定の 法定規定ってありますよね、はい、それ完全にオーバーしてるってなったらどういうふうに対応するんです。結局のところ、それが証拠が証拠価値としてあるかどうかっていうのを警察判断しますので、はい、そこからですかね。でどう対応するんですか、警察は。担当課はどこですか。おそらく生活安全課になると思いますが、それも一度なんですかね、騒音で被害届を出したいんですよとかって話から始まる形になると思います。であなたはどういうふうな形でその騒音をしたんですかとか、どういうふうに測ったんですかっておそらく担当刑事課から聞かれると思います。でそれが実際あなたの申し立てが本当かどうか警察官確認しますし、そもそもそれがあなたという条例に引っかかっているのかどうか、抵触するのかどうかっていうのを警察官は見極めるはず。はいはい、はい、でそれがそうじゃないよっていう話になれば、警察は事件じゃありませんって言うかもしれませんし、はい、証拠が揃ってないからできませんって言うかもしれませんし、はい、それはやってみないとわからない。まずはご相談からですかね。はい、で実際それ でまずは音が、まずは音がなくなることが本来の、ね、望んでるところですから、はい、事件とかそういう話じゃなく、まずは警察官はその確認をしようと思って今回パトカーが行ってるわけですから、はい、音がやめば特に事件というのは時間も費用も手間もかかりますし、それであればまずは音がやむとか音が小さくなるということをお望みであるんだと思うので、市役所なりに相談してはいかがですかっていう話から始めたつもりなんですけど。あ、そうですか。はい、
でも私はこの音が止んだり鳴ったりしてる間にかなり辛い思いをしているんで、そんな風に言われるのもかなり心外ですけどね。はい、説明は分かりました。行政の立場としての言ってることはよく分かっております。じゃあとりあえず南に向かってくださいよ。まだそう音消えてるけど。でその度通報すればいいんですよね。一応警察が確認するっていうことであれば。あ、で、なんですけど、そのお金もかかるとか、お金もかかるだとかさ、あ、そう、費用がかかるとか、その出動するのに、その待機していることに関してなんですけども、すぐに現場を離れ、5分ぐらいで現場を離れちゃうみたいですけども、はい、どこ行っちゃうんですか？電話なり警察の方にも一晩があるのは、桐生市内全部なので。じゃあそっちの電話対応、まあ違う方のなんか通報があった方に行くっていうことですよね。そうですね。で、じゃあその通報が入るまではいてくれるんですか？じゃあずっとパトカーはどっか走ってるんですか？そうです。パトカーの姿を見せることで犯罪の抑止活動に努めてますから。であればなおさらその騒音源でありそうなところを行ったり来たりしてほしいですね。ご要望としては分かりました。はい、ご要望ですけどね。確かにそれはできるかできないかは分かりませんけど、わかりました。そっちは問い合わせますけど、今警察、あなたが対応していることに関して言ってます。ああ、わかりました。今のこと言ってますね。はい。まだ消えてますけど、とは。はい。今日はもうずっとなりっぱなしで、私の体調がもう結構限界が来てるんですよ。なので、今日のところの、騒音の問題としてはパトカーが行ったり来たりしてくれることで向こうが警戒するはずなんですよ。もしそこが音源だったらね。まああなたに何かこうね、障害を負わせようとか、あなたを大事にしようかっていうつもりで音を出してればそういう形になります。いや、そうじゃなくて、私に対しての害を与えようなんて思ってるってことはないと思うんですけども、そうじゃなくって取り締まられるのが怖いから嫌だからですよ。嫌でしょ。警察と話なんかしたくないでしょう。そうでしょう。違いますか。そういうふうに言われると、別に本人たちに悪いことしてるっていう認識があるかどうかも分かりませんし、まずは音の上辿って何してるんですかって警察官を聞くのは、別に警察が犯人を捕まえるとかじゃなくて、通常に事情を聞くっていう。はい、それは警察官の立場です。はい、はい、のその意見です。はい、でも一般的な人、警察官じゃない一般人は、はい、警察、あなた今言ったよね、警察がこう警察のパトカーを見せることで犯罪とかを減らそうという目的があるんですよね。はい、そういう感覚になるわけなんじゃないんですか。いや、やむ可能性もあります。やまないとは言い切れない。言い切れませんよね。でも今のあなたの言い分はそういうふうに聞こえましたけど、でも実際そういうことがあったから言ってます。でそこんちはそうかというと違います。あ、じゃあパトカーの待たずに音がやむことがあったんですか。あったんですよ。あ、じゃあいつの話なんですか。それはここの現場じゃないところであったから言ってるんです。ああ、群馬じゃないってことですかね。まあ県は違うけども、はい、だからそうです。はい、ですから今日のところは、はい、やっぱりパトカーが行った時に止んでるっていうのもやっぱり私の中では思いますから。よくわかります。はい、だって
今パトカーが行ったり来たりしてるから、はい、その時間ならないもん。そうです、それ現実結果そうですもんね。そう、だから今日のところ私の体調がもう限界だから、うろちょろしていただくのが助かるんです。あ、でもできないですよ、申し訳ないんですけど。でもこれから南の方に向かってくれるって言ったじゃないですか。切らせていただかないと連絡できないんですよ。あ、だから切った後じゃあ行ってくれるんですよね。行きます、行きます、はい、南の方も探しに行きます。音をたどって、で音がすればまた今回の電話の今電話していただいた方がまた緊急車に電話して通報してくれるかと思ってますから、それはその時にまた警察官行きますから。音の確認には先ほどもお話ししたように通報があれば確認に行きますから。それしないと警察の意味がないんで、それはあの別に私が電話出なくても110番で電話を受けた警察官もあと騒音があるから行ってくださいよって緊急に連絡があったからこそ、こうやって連絡したり音が確認できるんだけどって広告ができるわけですから、通報者の方に。はい、わかります、お願いします。あの、いや、ちゃんとやりますから、やってください。そうですね、はい、私はそこは疑ってませんよ。ああ、そうですか、ありがとうございます。ただ申し訳ない、あなたのちょっとご案内がちょっと言葉がきついと感じてます。なぜ市役所の方ばかりにそういうふうに案内をしてるっていうのも、あ、私は知らないものとして話してなくて、自分がこう思ったから言ったっていうふうな報告をされているのがとても心外だというか不服というか、あんまり気持ちよくない。だからこっちもちょっと感情的になっちゃってる。そうですか、はい、あの警察これ電話切らせていただいてパトカーを南に向けますから、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。